嫌われるようなキンクワードややばい言動もついついやってしまっているということが多いんです。このように自分の意見を言わないでいる人は好かれない人の共通点なんです。突然女性から冷たい態度を取られた経験ありませんか？嫌われるのには理由があります。悲劇を繰り返さないためにも防ぐためにもこの動画を見て女性心理を頭に入れておきましょう。無意識でやってしまっている言動によって嫌われてしまう人は間違った思い込みをしている方が多いです。その間違った思い込みによっていつもいい人止まりになってしまったり都合のいい人扱いされてしまったりするということもあります。ということで今回は嫌われる人が無意識でやっているやばい言動を4つお伝えするので1つでも当てはまっていたら今すぐ変えていきましょう。例えばダイエットをして痩せたいとき、サプリメントを飲むだけで痩せようとするよりも生活を根本的に改善して痩せやすい生活に整える方が効果がありますよね。運動不足や高カロリーな食事、間食をやめるなど時間はかかるけどやめることで確実に少しずつ痩せていきます。嫌われるようなキンクワードややばい言動もついついやってしまっているということが多いんです。癖を直すのは時間がかかるかもしれませんが恋愛テクニック以前にめちゃくちゃ大切な根本的なところなので意識して少しずつ改善していきましょう。それではやっていきます。嫌われる人が無意識でやっているやばい言動、1つ目は雑談を避けてしまうことです。雑談は人と人とをつなげる大切なコミュニケーションの一つです。もちろん職場などですると仕事の妨げになることもあるので避けなければいけない時もあります。だけど雑談なんてただの無駄話だし相手の迷惑になってしまうかもとか雑談なんて必要ないと思って極端に避けてしまう人がいます。これはとてももったいないことなんです。なぜかというと雑談は有効なコミュニケーションだからです。心理学のザイアンス効果というものがもたらされるからです。このザイアンス効果とは相手と何度も会うことを続けると自然とその相手に好意を持つという現象のことを言います。職場で言うと同僚とは毎日のように会うことになるのでザイアンス効果があるのではないかと思うかと思います。しかし雑談をしない同僚とのザイアンス効果は得られることはありません。考えてみてください。毎日出勤するときに乗る電車の中でいつも会う人がいるとします。その人とは会話をすることはないですよね。その人と話をすることがなければどんな性格でどんなプライベートを送っている人なのか全くわからないですよね。そんな相手のことを好きにはなれないと思います。雑談とはほとんどがプライベートな話をすることです。プライベートな話をすると私はこういう人ですと相手に自己開示することになります。そうすると相手はあ、この人ってこういう人なんだと受け取ってくれて相手も自己開示をしてくれるはずです。自分から自己開示をして相手も返してくれるようになることを偏方性の原理と言います。相手からも自己開示があれば距離感がだんだん近くなっていきます。こうしていい関係を築いていくことができます。雑談をするだけでこの一連の流れを作ることができて良い関係を築いていくことができるんです。しかし毎日ずっと雑談をするわけにはいかないですよね。雑談は多すぎても少なすぎてもいい関係を築くのは難しいのではないかと思ってしまいます。どのぐらいの頻度で雑談をするといい関係を築きやすいのかというとノートルダイム大学の研究で15日に1回ぐらいの接触をすることで親密になりやすいという結果があります。ということはだいたい2週間に1回の雑談をするだけで相手との関係を築くことができるということです。でも会話が苦手な人だと雑談のきっかけを作ることが難しいと思います。特に今まで雑談を避けていた方からすると突然ペラペラ雑談しようとなってもなかなかできないですよね。そこで雑談になりやすい簡単なきっかけ作りを一つご紹介します。それは相手の目を見て挨拶することです。とっても簡単ですよね。職場でおはようございますとみんなに挨拶するとき相手の目を見て挨拶してみてください。挨拶をするときに目を見て挨拶してくれる人と目を見ないで挨拶する人どちらが印象がいいでしょうか。やっぱり目を見て挨拶してくれる人ですよね。初対面の出会いでも一緒です。毎日同じように挨拶しているとどうしても流れ作業のようになって周りの人と目を合わせずに挨拶して自分の机まで行っちゃうということもあると思います。好きと嫌いって正反対ではありません。好きの反対は無関心なんです。人間は嫌なことを言われたりされたりするよりも無視されたり関心を向けてくれない方が辛いんです。だからこそ自分に目を向けて興味を持ってくれる人を好きになるんですね。だから相手の目を見て挨拶をすると話しやすくなり雑談に発展させやすいんです。そして挨拶だけで終わらないように雑談をしてもいいタイミングで試してみてください。2つ目は適当でいいよという言葉です。例えば誰かとご飯を食べに行くときに何が食べたいと聞かれて適当でいいよと答えたとします。なんで適当でいいよと答えたのかというのは理由は様々だと思いますがおそらく相手が好きなものを選べるようになど相手への配慮という方も多いと思います。今日の晩ご飯何がいいと聞かれて何でもいいよとか今日どこに行くどこでもいいよ映画館で何見る何でもいいよなど適当でいいよというのはいろんなところで使えるし相手への配慮だと思っている方が多いと思います。しかしそれは思い違いなんです。適当でいいよという
ということは相手に何かを決めてもらうということになりますよね。何かを決断するということは負担になることなんです。人間は何かを決断するとき、ウィルパワーという力を使っています。このウィルパワーはエネルギーなので、使えば使うほど脳への疲労感が出てきます。ということは、決めることがたくさんあると、その決めるという行為だけで疲れてしまうんです。適当でいいよ、何でもいいよと言って相手に決定権を委ねてしまうと、相手ばかりがウィルパワーを使うことになり、どんどん疲れていってしまうということなんですね。そうすると、相手はこの人といるとなんだか疲れるなということが増えていってしまうんです。このように委ねられることがずっと続くと、この人全然考える気がないんだなとか、この人と一緒にいたくないななどと思われてしまう恐れがあって、そのうち誘われることもなくなり、敬遠されてしまうかもしれません。例えば奥さんから今日の晩ご飯何がいいと聞かれて、何でもいいよと答えている旦那さんは、今日から適当でいいよではなくて、ざっくりとでも答えてあげましょう。今日の晩ご飯何がいいと聞かれたら、例えば焼き魚か生姜焼きがいいかな、君は何がいいというふうに返すのはどうでしょうか。これだったら相手の気持ちを尊重しているし、押し付けにもなっていません。さらにたくさんのメニューから2つの選択肢になるので、奥さんにとっても負担は軽くなります。もし奥さんの気持ちが焼き魚でも生姜焼きでもなかったとしても、君はどうと聞いているので、奥さんも自分の意見が言いやすいです。2人で話し合って決めたメニューに決定するわけです。このように相手も意見が言える余白のある伝え方は、恋愛という中で、人生の中でとても大切です。具体的なメニューが思い浮かなければ、さっぱりしたものがいいなとか、米系とか麺系がいいななど、抽象的に答えてもいいと思います。例えば友達と一緒にご飯を食べに行く時のお店決めも同じです。どこのお店で食べるという話になった時に、どこでもいいよと答えがちになっている方は、お刺身の美味しいお店か、お肉の美味しいお店がいいけどどうというふうに具体的に答えると、相手からいいね、お刺身食べたいななんて言葉が返ってくるかもしれないです。どこでもいいよ、適当でいいよと言われると、食べたいものからお店の場所などを全部相手に決めてもらうことになるので、できるだけ自分の意見を言うようにしてみてください。そうすると男女間でも友人関係でもいい関係を長く続けることができます。嫌われる人が無意識でやっているヤバい言動、3つ目は自分の意見を話さないということです。誰かと話をしていて、そうだねなどの相槌だけの人いませんか。自分の意見は言わないけど相槌だけ打つ人、また職場での会議で自分の意見は言わないで黙っている人、このように自分の意見を言わないでいる人は好かれない人の共通点なんです。ではなぜ自分の意見を言わないと好かれにくいのでしょうか。それは個性を出していないからなんです。個性は自分の意見の上に乗って届くものなので、意見を言わないということは個性を出していないことになるんです。例えば YouTuber とかインフルエンサーを思い浮かべてみてください。 SNS で発信しているインフルエンサーは個性の集まりです。インフルエンサーたちは自分の意見を発信して個性を出して、その個性を見て興味を持ったり好きだなと思った人たちがフォローしますよね。例えば働きながら子育てをしている父親がインフルエンサーの場合、子供は奥さんと一緒に育てていくべきだと思うという意見を発信します。そう思う、共感すると思った人たちがこのインフルエンサーを好きになったりとか、興味を持ってフォローしていきます。その個性は相手から共感を得ることができると、行為に変わりフォローという形で現れます。これとは反対に、自分の意見をはっきり言わない人は周りから好いてもらうことは難しいということになります。また職場の会議でも考えてみてください。会議で A プランか B プランの選択が迫られているとします。誰かが A プランがいいのではないかと発信しました。この時好かれない人の共通点は、他人の意見に文句をつけるだけで自分の意見をはっきり伝えないということがあります。 B プランの方がいいというわけでもなく、 A プランがいいとは言えないよねと文句みたいな風に言ってしまうんです。これだとただ文句を言って逃げているようにしか見えないですよね。でも全員から賛同される意見じゃないと好かれないのではと考える方もいると思います。自分の意見を言って反対の意見を言われた時、自分の意見が的外れだったのではないかと不安になることもあると思います。反対されるなら言わなきゃよかったとか思ってしまいますよね。でも10人いれば10人みんな考え方は違うんです。自分の意見と違う人がいるのは当たり前のことです。例えば2対8で少数派の意見になっていたとしても、多数派が必ず正しいとは限らないですよね。全員から好かれることを目指すのはやめましょう。自分の意見に賛同してくれる人は必ずいるはずなので、その人たちといい関係を築くことに努めましょう。沈黙している者も非難され、多く語る者も非難され、少し語る者も非難される。つまり世に非難されない者はいないのである、お釈迦様の言葉です。この言葉からも分かるように、全員に好かれる人間なんていません。必ず誰かには嫌われています。それでも好いてくれる人も必ずいます。だからこそ自分の意見は言った者勝ちです。今まで消極的で自己主張できていなかったなという人は、ぜひ明日から積極的に自分の気持ち、意見を相手に伝えてみましょう。嫌われる人がやっているヤバい言動4つ目は、それ嫌いなんだよねという言葉です。例えば私
私猫飼ってるんだけどさと相手が言ってきた時に、あ、私猫嫌いなんだよねと答えたら会話は終了します。この間タイ料理屋さん行ってさと言った時に、私タイ料理嫌いなんだよねなどと否定から入る人は嫌われてしまいます。自分の意見は言っていいんです。だけどこの場合は相手の好きなものを真っ向から否定していますよね。相手の好きなものを否定するということはその人自身を否定しているのと同じことなんです。例えばあなたが好きな歌手の話を友達にしていたとします。私この歌手好きなんだよね、歌うまいよね。すると友達が、私その歌手嫌いなんだよね、歌大して上手くないでしょって言われたらどう感じますか？歌手のこともそうですが、自分の気持ちも否定されたように感じちゃいますよね。人間は自分の価値観を否定されるとすごく嫌な気分になるんです。だから嫌われてしまうということですね。ではどのように対応したら良いのでしょうか？そのキーポイントは共感です。猫飼ってるんだけどさと言われたら、猫って可愛いよねと共感します。タイ料理屋さん行ってさと言われたら、そこのタイ料理屋さん人気らしいねという感じです。人間は自分の気持ちに共感されるととても嬉しい気持ちになるんです。共感することで相手との信頼関係を築けます。猫の話でいくと、猫って可愛いよねと共感した後、あなたも好きなのと聞かれたら、実はアレルギーがあって苦手なんだって答えることはできます。共感後に言われた言葉は嫌がられにくいため、コミュニケーションとして問題はないんです。全部を素直に自分の意見として伝えることが全てではないので、相手の好きなものが自分は嫌いだとしても聞かれるまでは言わないようにしてみましょう。好印象を周りに与えて、人から好かれる人生を手に入れると、困った時には助けてもらえたり、良い人間関係が一生の財産になり、充実した人生になると思います。無意識にやっている行動を見直して、コミュニケーション方法を改善することが自分の人生を大きく変えることになるかもしれません。ぜひ覚えて実践していきましょう。